皆さんこんにちは。今回はツイストチェーンステッチを使ってタイル風なデザインを刺繍していきます。それでは早速始めていきます。まずは布に下書きをしていきます。布はコスモのフリーステッチ用コットンクロスターコイズグリーンを使用していきます。図案の後ろにライトを当てて下書きをしています。刺繍枠は今回は10センチのものを使用しています。それでは刺繍していきます。最初に使う糸はコスモの2004です。3本取りで花の真ん中にフレンチノットステッチを入れていきます。1回巻きです。次に使用する糸はコスモの342です。花びらの形に沿うように3本取りでブランケットステッチを入れていきます。花びら1枚を縫い終わったら一度針を裏に入れ、また隣の花びらをブランケットステッチで縫い始めるようにしていきます。隣の花も同じようにブランケットステッチで花びらを縫っていきます。
次に使用する糸はコスモの117です。2本取りでまず茎の部分をアウトラインステッチで縫っていきます。次に同じ糸でサテンステッチを葉の部分にしていきます。ここからはツイストチェーンステッチの縫い方をゆっくり詳しく解説していきます。まず図案の線上に糸を出し、その出ている糸の隣から針を刺して左斜め上に出していきます。そして糸を右から針に引っ掛けて針を抜いていきます。この縫い方を最後まで続けていきます。出ている糸の隣から針を刺し斜め上に出していく。そして右から引っ掛けて針を抜く。これをどんどん続けていきます。縫い終わりは左斜め上方向に針を刺し、裏面で糸始末をして終わりです。それでは実際に縫っていきます。使用する糸はコスモの141。6本取りで外枠の部分をツイストチェーンステッチで縫っていきます。はい、これで完成です。簡単なステッチでできるモチーフなので、ぜひ挑戦してみてくださいね。概要欄に無料図案のリンクが貼ってありますのでご利用ください。コメントとても嬉しく読ませていただいてます。今後もオリジナル図案の動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。